皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、6月の30日、18時20分なんですが、ここ最近、雨の日などに河川の撮影などに行って、地下鉄や、まあ、その他の電車に乗っていて、まあ、エアコン効きすぎですね。特に地下鉄などは、雨が降った日などは気温は上がらないのと、あと冷気は基本的に地下の方に行きますので、まあ冷房はほとんど使わなくても大丈夫ですね。まあ夕方とか、夜にかけて乗っていてですね、市営地下鉄、もう肌寒かったですね。半袖で、まあ汗は多少なりともかいてるんですけども、まあその汗が冷えて、寒くなってしまいますので、まあ冷房を効かせすぎというところが、まあ、ちょっと残念なところなんですけど、もともと昔報道で気温のことに関してこういう時期になったらそういうことを言ってたんですよ。だけども最近報道関係でそういうことを呼びかけるっていうのがここ数年間見受けられないんですよ。これもう毎回毎回言った方がいいです、報道機関の人たちも。あと各市長や知事等が、そういうふうに指示出しているのかどうか、エネルギーの無駄遣いになってしまいますよと。まあ今お伝えして、もう6月30日ですけども、これ7月入っても8月入っても9月入っても10月になってもそうですけども、その日になってみないと気温なんて分からないんですよ。雨が降ってる日で、特に北風とかの時はやっぱり気温全然変わってきます。で、まあ、それに合わせてしっかりと温度調整していただいてですね、対応しなかったら、まあ、エネルギーが本当に無駄遣いということになってしまいます。まあ、あとは、各報道番組で、しっかりと、そういう内容を呼びかけるように、お伝えしていただけますでしょうか。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。あとはチャンネル登録や着信通知の設定とか、着信通知の設定がわからない方は、今一旦一時停止のボタンを押していただいて、まあ何かメモ用紙を用意していただいて、身の回りの方にチャンネル登録や着信通知の設定の仕方を聞いて、まあチャンネル登録はボタン一つでわかると思うんですけども、着信通知の設定の仕方がわからない方は身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいたら、わかるかと思います。あとまあ、身の回りの方に、淡井さんの動画見ておいた方がいいよということをお伝えしていただけたらなと思います。日々重要な内容をお伝えしてますので、それによってこの世の中の現実というものがよくわかりますので、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。以上です。